おはようございます。龍神チャンネル、みえちゃんでございます。本日は NS7 リーグの初戦になります。相手は清田リーグでも、対戦する予定のある羊ヶ丘病院さんです。昨年は羊ヶ丘病院さん初めて NS7 リーグに、参戦してきまして、なんとか勝利で、終わりましたが、今年は羊ヶ丘病院さん非常に強いという噂がありますので、ちょっと注意してかかりたいと思います。今日一応雨の予報なんですが、今のところ雨は降っておりません。なんとか天気が崩れないように祈りながら動画の方をご覧ください。それではどうぞ。この試合の先発はエース地毛さんです。初回のあちらさんの攻撃ですね。かなり上位打線が雰囲気のある選手が多いチームでしたので、かなり地毛さんも上位打線には気を使ったみたいです。ポンポンと、ツーアウトまで取りますが、甘めに入った高い球をライトに運ばれます。4番ですね。ここは三振で初回は0点に切って取ります。初回の龍神の攻撃、龍が左中間を破るヒットを放ち、二塁を回るんですが、そこで暴走をしてしまい、三塁でタッチアウトになってしまいます。2番ミヤちゃんがピッチャーフライで2アウト。3番のフータがサードゴロで龍神も三者凡退に終わってしまいます。健康状態が続き、試合が動いたのが4回の表。かなり警戒してたんですが、地毛さんが先頭バッターにデッドボールを与えてしまいます。この後4番がバントの構えなんですが、はい、ここから2球ともバントを失敗します。ここで少し有利になるかなと思われたんですが、バントからの叩きのバッティングで三塁の後方に球が落ち、これがツーベースになります。ランナー2、3塁とピンチになってしまいます。そしてこのバッターにライトへタイムリーヒットを浴び、ハスが後ろに球をやってる間にランナーも2塁に行ってしまいます。ここで2対0となってしまいました。から地毛さんが切り替えて、まず次のバッターをファーストフライ、はい、これでまずワンアウト。次の打者をショート後方へのフライで、これでツーアウト。このバッターがレフト前に運ぶのですが、ランナーはなんとか3塁で止まり、その代わり送球間に2塁にランナーが進んでしまいます。この後のバッターをショートゴロに打ち取り、なんとか2点食い止めます。
取り替えと反撃です。先頭バッターの、はい、林宮ちゃんがまずフォアボールで出塁します。ここで男気ジベさんが相手チームのピッチャーに無人を貸してあげるという男前っぷりです。はい、3番フェーターのこの打球だったんですが、ピッチャーが二塁へ悪送球をしてしまい、オールセーフのノーアウト1、2塁になります。4番の蓮井です。バントがなかなか決まりません。はい、牽制球が悪送球になり、私宮ちゃん3塁まで進みます。の得点が多いパターンになるんですが、エンドランをパスがファール。はい、ここでフートが盗塁し、2、3塁となります。さあ、ピッチャー辛いぞ、助けたよ、助けたよお前。ここでちょっと、まあ、4番なので勝負を避けられた部分もあるかもしれません。さあ、これでノーアウト満塁、同点にするには絶好の場面に来ました。ここでストライクの入らないピッチャーに対して清さんが揺さぶりをかけます。それ、はい、行くよ、行くよ。しかしまずこれがエンドランがファールになってしまいます。曲げあるよ。このカーブを見逃し三振と悔いが残る打席になってしまいます。ワンアウト満塁と局面が変わり、6番の佐藤さんが絶好のゲッツーを育ってしまい、ダブルプレー。最大のチャンスをものにできませんでした。ここでご覧の通り雨がひどくなりすぎまして、雨天コールドとなってしまいました。残念。はい、ご覧いただいたように今日の試合は0対2で、敗戦と、なってしまいました。今日の羊ヶ丘病院さんはデッドボールから始まった、満塁からのチャンスをしっかりとものにして、2点を、取っていきました。まあ、いわゆる叩きのバッティングを、されて、まあ、進塁を許してしまい、そこからなかなかリズムに乗れなくなってしまって、2点を取られてしまいました。まあ、そこから持ち直したジベさんも良かったんですけども、これで、今年の戦績は1勝2敗1分けと、負けが先行している状況です。まあ、我々龍神も、最終回、まあ、雨で中止になったので最終回に結果的になってしまいましたが、あそこの回でエンドランのサインが、かかってた場面が多かったんですが、それをなかなか各バッターが、決めきれず、結局無得点、最終的には佐藤さんのゲッツーで、試合が終了してしまったわけですが、なかなかその場面で今まで通り龍神のいいところが出てきていないのが、今の龍神の現状なのかなと、敗因を分析しています。次の試合は6月2日、6月3日の、2連戦と、なっておりますが、それまでに少し修正していかないとなかなかいい勝ち方ができないのかなと、思いますので、今後もなんとか頑張っていきたいと思います。それでは本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録
いいね、コメントよろしくお願いいたします。動画の視聴ありがとうございます。説明欄からツイッター、フェイスブック、ホームページ